天下、それは日本人の心の安らぎです。昭和39年にデビューして終始演歌一つ、朗々と歌い上げる晴海演歌を十二分に。三日遅れの頼りを乗せて船がゆくゆく晴海なあと、いくら好きでもあなたは遠い波の彼方へ行ったきり、アンコーラよりはアンコーラよりはの裾が前は恥ずかしい、十六の長い黒髪ぶつ切って帰るカモメに託したや、あんこつぼみはえー、皆様こんばんは。今日はようこそおいでくださいまして本当にありがとうございます。私たちも今日はもう張り切っております。最後まで晴海一生懸命歌います。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。私今年でデビューしましてもう12年になります。こうやって毎日毎日こんないい立派な舞台で本当に好きな歌が歌えてとっても幸せでございます。私たちの仕事って言いましたらもう本当にこうやってたくさんのお客様が来てくださって、もう毎日毎日こう安心して歌が歌える、もうこれが一番幸せじゃないかと思います。それでは続いて今度はメドレーで聴いてください。私の歌の中ではもう懐かしい部類に入ります。まずは皆さん手拍子をお願いいたします。あら見てたのね。恋した時は身振り遊ぶりですぐわかる、あんなこと言ってちゃってちゃって言っちゃって、ゆうべも二人で一本走りで別れが辛くて遠回り、あら見てたのね。風にきらめくしぶきの虹が船の先を染めて散る、さらばで船だ奇跡の歌に、行ってくるぜと帽子をくれば藤井もお見送る、ああ
手拍子ありがとうございました。私たちの仕事といいますと、今日は皆様とお会いしているかと思えば、明日は北海道へ行ったりとか、そしてまた南の方へ行ったりとか、いろんなところへ参ります。本当に毎日毎日がさすらう人生だと思います。私の歌の中にも、そんな歌があります。どうぞ聴いてください。さすらい小鳩、お願いいたします。いくつも越えてどこまで行くんやら、流れ雲私も同じさすらい小鳩、涙を道連れに、七つの峠訪ねて百里、別れて会えないお母さん、私は風の子さすらい小鳩、苦労に負けないで、幸せこぼしを見つけたい。それでは今日のゲストの方たちをこの歌によって紹介したいと思います。まずはこの方です。惚れちゃったんだよ、はあ、惚れちゃったんだよ。お三味線の豊藤美さんです。お姉さんよろしくね。惚れちゃったんだよ、小倉のりおさんです。よろしくお願いします。
惚れっぽいんでもう一人います。はー、惚れちゃったんだよ、佐川光雄さんです。どうぞよろしくお願いします。惚れちゃったんだよ、どうに心はメロメロなのさ、まぶたの裏に焼き付いて離れ離れないんだ、面影が。よろしくお願いいたします。本当にしばらく、僕佐川光雄でございます。今日はもう熱狂的なハルミちゃんのファンが大勢いらっしゃってる中で、僕なんかが出てきて余計なものが出てきたと思われそうですが、僕もハルミちゃんの大ファンなんです。一つ僕も仲間に入れてやってください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。佐川さん、は、何年ぶりですかね。そうですね、もう7年ぶりぐらい。そう、前にあの大阪の劇場でね、はい、一緒にやったことがありますが、私ねすごく心配したんですよ、はい、ある雑誌を見ましたらね、佐川さんがほらアイスボックスですかあれ殴られたっていうんで、私もうね今日来てくれないんじゃないかと思って、もうえらい災難を受けましてね、はい、僕もこんなに腫れてたんですよ、はい、ところがもうハルミちゃんのショーが迫ってるし、困ったな、どうしようかな、僕もね、はい、ハルミちゃんのステージで僕最後になるんですよ、歌い手の生活が。あら、だからね僕はハルミちゃんのステージどうしてもやりたかったんです。だからもう一生懸命直しました。どうですか、せっかくだって、はい、まあ何年ぶりかで一緒になったんですから、なんか歌いたいんですけどね、一緒に。そうですね、どんな歌がいいでしょうか。もうハルミちゃんに任せますよ。私に任せてもらっていい。それじゃあね、私すごく好きな歌があるの。何ですか。春うららって言うんですよ。じゃあ行きましょうか。行きましょうか、はい、どうぞ皆さんもご一緒にお歌いください。二人こたつにくるまって触れ合うすわしがほてりほてり、誘いかけようか待ってようか、さてさてトランプ占いはならぬ秘伝と出てきたよ、ここでタバコをぷかりぷかり、君は目頭赤くして、あうあう春うらら、あうあう時計あって耳をすませば風に乗り、街は祭りの初めいこ、浮かれば足がひゃらりひゃらり、夢は突然立ち止まる、今夜もお布団一組で君と僕とで抱き合えば、冷たい肌もポカリポカリ、二人もう一度夢の国、会う会う春うらら、会う会う溶け合って、闇の中に漂う二人、会う会う春うらら、朝の来るのも忘れそう、会う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 
あの声がこんな風になりますね今の歌はね。でも、こんな歌はハルミちゃんやるんですね。私ねこれ、お風呂の中でよく歌うんですよ。お風呂の中で、風呂の中で、あらお風呂の中で歌うとのあうーっていうところがまたあーやーって聞こえるわけですよ。それがたまらないです。でもこうやってあのフォークソングもやったりハルミちゃんもなかなか勉強家なんですが、一つ僕からもお願いがあるんですが、はい、よろしいでしょうか。はい、何でも。あの実は僕はギターを持ってきたんです、うん、ちょっと下手なギターですがね。どうするんですかそれ。僕のギターでですね歌を歌っていただきたいんですよ。ちょっとじゃあマイク持ちましょうか。ここでいいですか。はい、もしかしてまたギター僕間違えるかもしれませんけど、何を歌ったら題名あのタイトルかなんか。いや題名は僕あえて言いません。これはもうどこあのはるみちゃんプロですからね。僕のイントロでもうすっと歌が必ず出ると思うんです。ちょっとやってみましょう。はい。シクラメンほどすがしいものはない。出会いの時の君のようです。ためらいがちにかけた言葉に驚いたように、振り向く君に季節が染めて過ぎて行きました。薄紅色のシクラメンほど眩しいものはない。恋する時の君のようです。木漏れ日浴びた君を抱けば寂しささえも置き去りにして、愛がいつの間にか歩き始めました。疲れを知らない子供のように、時が二人を追い越してゆく、読み戻すことができるなら僕は何を知るだろう。「寂しいものはない」「後ろ姿の君のようです」「暮れ惑う街の別れ道には」「シクラメンの香り」「虚しく揺れて季節が知らん顔して」行きました。疲れを知らない子供のように、時が二人を追い越してゆく、呼び戻すことができるなら僕は何を惜しむ。
ですね、やっぱりね。びっくりしちゃったな。いや、はるみちゃんうまいわ、やっぱりな。布施くんのね、シクラメンも僕はいいと思います。でも、はるみちゃんのシクラメンもすごいいいですね。私のはなんかこう、日本風っていう感じがします。僕なんかがシクラメンの代わり歌ってごらんなさいよ。はい。だし麺の代わりになっちゃう。うーん、なまた。それ。ね、僕はこうやってギターの伴奏しながらね、はるみちゃんのこのライトを浴びた横顔をじーっと見てたんですよ。ほらほらら、あ、そしたらね、いや、色っぽくなりましたな。あら、どうしようかなって感じがしますね。その色っぽくなった理由なんかあるんですか？いや、別にありませんよ。例えば、彼氏ができたとか。はい、なんですか、あとは。すでにもう結婚する相手が決まったとか。冗談じゃありませんよ。そうですか。嫌なこと聞きますね。そうですか。なんかでも、あれですね、はい、なんか舞台こう立ってるだけでも気持ちがいいから、それが顔に全部現れちゃうんですよ。なるほど。でも僕はね、去年よりもずっとはるみちゃんが綺麗になったんでびっくりしました。あらら、今度はね、あらららら、はるみちゃんのね、はい、ために作られたような歌をこれから一つ、僕がね、はい、ちょっとはるみちゃんが横にいてもらってね、はい、やりたいなと思うんです。いいです。どんな、はい、こんな歌なんですけどね、はい、ね去年よりずっと綺麗になった、去年よりずっと綺麗になった。わかりました。すごくわかったわ。ものすごくわかったから。私すごくね、そばにいるとね、すごく照れちゃうの。だから佐賀さん、そこで座ってどうぞ。去年よりずっとっていうのを歌ってください。お願いいたします。